おはようございます。11月11日午前10時32分モーニングショットをお届けしたいと思います。本日は、差し値はいたしませんが、基本方針は買いから入りたいというふうにイメージをしております。ドル円でございますが、141円6040で買いから、141円の20でストップ、142円の1525で、考えましたが、もう今142円のなんか40銭台まで上がっておりまして、全然遠くなってしまいました。まあ、今から作り変えてもしょうがないんで、このままにしておきたいと思います。基本は買い目線で、ユーロドル 1.01 の5545で買いから、 1.0115 ストップ、 1.01 の1020利食い、ユーロ円は144の15、143の85で買いから、143の50でストップ、144の8090利食い、こちらの方ももうすでに144円の90タッチをしております。こちらの方ももともとその差し値は今日は全て、しない形にしておりますが、レベルビッドアップしてもしょうがないので、とりあえずここで、作ったものをお話をしてみたいと思います。ポンド円、こちらは165円の25、165円の05で、買いから、164の70でストップ、166円の、ちょうど10で利食いを、タイドルは 1.1610、 1.1590で買いから、 1.1560 ストップ、 1.173040 利食い、OG 円も、買いから、差し値はいたしません。93の3525の買い、93のちょうどでストップ、94のちょうど10利食い、タイドルは 0.655545 の買い、 0.6525 でストップ、 0.664050 利食い、ニュージー円も84の9585で買いから、84の60ストップ、85の5565利食い、タイドルは 0.596555 買いから、 0.5930 ストップ、 0.603040 利食いのイメージを作っております。ドル円の方も非常に朝方の売り気ムンムンだった時間帯もございましたけれども、中値にかけて基本的には輸入が買い、輸出は今日は様子見という形になると思いますので、実需絡みは買い超になる。でまた投機筋は朝方ちょっと売り気で売った人たちもいたかもしれませんが、資本筋や何かはやるとすれば今日は買いだろうというふうに思います。その辺を含めますと、やっぱり需給バランスはやはり買いに傾いていたと思われるので、基本的には今日は上がりやすいかなと考えたんですけど、朝方の本当に薄い時間帯はもう本当どっち転ぶかわからない緊迫した141円台の後半から141円台の40ぐらいまでの中での揉み合いでございました。今になってみればなんか軽く1円上がってるような感じもいたしますけど、その時にはですね、万が一これ141円を目の前で割られて、もう一回140円台突っ込まれたらやばいななんてちょっと思ったりもいたしました。今日は基本的には全て買いで、クロス円もドル円も買いで、見た上で、差し値はせずにですね、押してくれば買い場を探すという形で、あまり無理はしたくないなというふうに考えております。ということで、本日もよろしくどうぞお願い申し上げます。モーニングショットこれで終了です。